お疲れ様です、マッピーです。今回は10日アルテミス使います。前回進化の動画を上げたので今回は10日を使います。でそれでですね、少し前に超魔パレードの動画を私上げたんですが、その中でアルテミス、信号アルテミスの性能を解説するというコーナーがあったんですよ。でこの10日アルテミスが召喚スキルを持っていて、召喚の方法が10日ロスカと同じような召喚ですねというふうに私説明していたんですが、これちょっと誤りで、実は10日ロスカとは違って、まあ、その既存の召喚方法とは違う新たな召喚スキルとなっているんですよ、うん、つまりこれ性能見ていただければ分かるんですが、これ今編集で載っけてるんですが、ひっくり返した後の自分の駒でキャラ駒でない駒に2体ケリュネイヤを召喚で、このスキルがこのキャラも含む場面の自分の神駒1枚につき600の特殊ダメージ、最大で4800ということで、これひっくり返す駒にも召喚する可能性があるんですよ、うん、ロスカの場合だとターン開始時にある自分の駒でキャラ駒でない駒に召喚ということなんですが、このアルテミスの場合だと、ひっくり返した駒にも召喚する可能性があるということで、例えばこっちが高校とか引いた時に相手にもう返されまくって自分の駒でキャラ駒でない駒が全然ない状態でも、こいつひっくり返した駒にも召喚するということで、いつでもすぐに召喚できるというのは強くなと思います。でこの召喚されるケリュネイヤなんですが、場面の表になっている2ターンの間特殊ダメージをカットしてくれます、半減します。でコンボスキルが氷結ということで、この氷結の内容が、次のターン相手のターン開始時にある、相手の継続もしくは次元スキルを氷結しカウントを2増やすということで、まあ、継続つまり毒とかあと罠とかね、それこそファヌエルのような、 なんか継続召喚であったりとか、まあ、継続の特殊ダメージとかね、そういう継続スキル次元スキルをね確実に氷結してくれるということで、まあ、結構強いかなと思っていて、でこういう召喚スキルっていうのはよくあるのが、さっき言ったロスカもそうですし、アシュナリもそう、ファネルもそうで、序盤に引いた方が強いんですよ、基本的には、うん、序盤に引いて盤面に散らばらせてコンボを決めたりとかっていうのが多いんですが、このねアルテミスに関しては表になっている2ターンの間、特殊ダメージをカットしてくれるケリュネイヤということなんで、後半でも強いです、はい、後半にこのアルテミスを使ってケリュネイヤを2体召喚して1体でも残る状況を作れば、そいつを返されても特殊ダメージが半減するのであれば、中盤に打たれるエンデガやバイセ、ビクトリアといった、まあ、特殊フィニッシャーに対して、まあ、そのダメージカットできるので強いのかなと思っていて、このアルテミスのコンボスキル自体も最大で4800出せるということで、後半にも使える召喚スキルだと思います。で序盤は序盤で氷結スキルを使って相手の序盤に打たれた罠駒であったりとか、まあ毒スキルであったりとかをね氷結することができるので悪くないと思っております。はい、ということなんでね、今回氷結を生かした構築にしました。つまりこのスキルがですね、すみません言い忘れてたんですが、神タンじゃなくて使いません。なんで今回は神タンなんですが、大小デッキでございます。なぜかというと、さっき罠スキルもね継続スキルということで、氷結できると私説明したので、罠を氷結させて、氷結させてる間に殴っちまおうぜ作戦です、まあ、序盤にアルテミス引いて、罠を氷結して、その、まあ、氷結カウントは2しかないので、その次のターンですぐに火力出さないといけない状況になるんですが、ただ相手のターン開始時に氷結なんで、ここ注意したいですね。こいつを打ってケリュネイヤ召喚して、ケリュネイヤのコンボスキルを使いながら氷結しながら殴るっていうのができないので、一回氷結してからじゃないと特殊ダメージこれ返っちゃうよっていうのが気をつけたいところです。まあその辺を気をつけてやっていこうかなと思っております。ということで今回大小デッキでアルテミス使っていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。竜来たか。これね、竜に対して氷結スキルって本来であればめちゃくちゃ強いんですが、ただこの召喚するケリュネイヤのコンボ、うん、継続をそう、氷結するということで、まあ、なんかミュエルとかと違って、ミュエルやマロニーちゃんと違って、なんか継続でないコマは氷結しないわけですよ。これは困ったぞさあどうしようか。あ、でもお前継続やんか、カジ。よし、これはですね、どうしよう。ちょっとカジサックさんにはお黙りいただこうか。なんだとスタンプしてますか。これやばいな、これ手駒。何これこれさ、縦取りでいい気がする。だってここにも、あそこにも召喚する。こんにちは、ケレネイヤ。特殊カットっていうのが竜相手には効きませんが、氷結は食らってもらうぞ。そして、神駒が盤面にそこそこ出ている。あー、でも手駒オーラに対しては何もできないんです。勘弁してください。はい、よろしくお願いします。優しくね、女の子ですよ、こんな可愛らしい女の子に対して大きな大きな火力出せますかと。やめてね、本当に。うん、初手出ししちゃったけど初手からこうやって2つ召喚できるのは強いですね。おっと、これどっち氷結するんですかってめちゃくちゃ大事なところだぞ。できれば火事を氷結してほしい。頼むぞ。
二択だけでこれ行くしかないですね。レッツゴー。あ、待って、モルジャナじゃなくてイルグの方がよかった。まあいいや。剣の舞、ほらこれエターナルファーストブリザード、頼むぞ頼むぞ。これ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 、カジさんカジさん、こうやってカジさんカジさんカジさん、ねえ、あのカジとか言ってる場合じゃねえ、これ。さすが燃える男カジ。ただカジのコンボを右上 X とか打つ場合は、あのもう一回氷結だけ、あ、いいのかそれで、もう一回遊べるドン。よし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 。いやだってこれケルニアでもう一回氷結しちまうぞ。いいのか。あ、でも待って、こいつの氷結カウント、いや2、大丈夫、まだ間に合う、まだ間に合う、まだ間に合う、まだ助かる、まだガスかる、死ぬかによるよ。よいしょよいしょ。そしてこれカジさんが氷結するんですよ。あれ、これリュウに対してもなんだかんだ強いな。うん、継続なんでね。そしてコンボスキルはいなくなった。そして誰もいなくなった。でこれユルグのコンボスキルライフバーストなんで、ここさえ受けてしまえば倒せますね。よし、これは耐えられる。いいなこれ、あの初手出しに対してこれ、こういうの強いですねこれ。うーん、悪くないな。で2手目にあの召喚アラジンとか打たれた場合でも、召喚アラジンを氷結してくれる可能性があるというのは強いと思います。はい、ということで最後立っていられるか。対戦ありがとうございました。うん、なんか竜に対してそこまで強くないかなと思ったけど、竜も竜で継続スキル持っている駒結構いました。はい、対戦よろしくお願いします。暗黒竜パ、なんか今日は竜パがよく当たるな、竜パによく当たるな。どうしようかな。といっても、あ、待って、これ氷結ってことはさ、そうだよな、竜輪無効化できるよな。これはちょっと悪いこと思いつきましたね。悪いこと思いついたので、悪いことしちゃいたいと思います。よし、まあ、相手の初手とかは、呪いの駒を保持するかどうかで竜輪持ってるかどうかっていうのがちょっと読めるんですよね。あ、保持してこないっていうことは持ってない可能性は、まあ、全然あると。これを切る場合はガルイーラとか、あとトーカーなんだ、トーカーペアじゃないな、あれか、ランドタイラントなんかを持ってる可能性が非常に高いんですが、これ切ってこなかったんで、どうしようかな。これシーラサード置くか、エーネス置くか、ちょっと迷う。てか、ここにアルテミス置いたらどうなる。いや、返されるのが関の山か。あー、いや、でも悪くないな、これ。ひっくり返した駒に召喚するんだったら、F4 に打ちにくくなるし。いやー、でも、まだ見せなくていいか、別に。竜輪置かれてから、竜輪をしっかり氷結していく形でも全然強そうなんで、これ、エーネスから切って、F4 に打たれたところにシーラーサード打って、シーラーサードの代償ダメージ分だけでも、ある程度エネスで回復する形作りましょうか。お、グラトニーってことはこれ、うん、引いてないですね。 OKOK、 まあ竜輪置かれると決まったわけでもないので、今アルテミス切らなくてよかったですね。で4手目のアルテミスが強いんで、ここはシーラーザードでいきます。よし、これで毎ターン回復入れて、私が回復している間にヒソヒソと、こっちが回復している間に相手は暗黒による呪いのダメージを被ることになると。オッケーオッケー。で、パトロクロス切ったんだっけか。あー、ジンウィージンウィー、あー、そう来る。これちょっと考えましょう。いらっしゃいませ、バステト。ただこれはもう打っちゃっていいですね。いきます。 できればひっくり返した駒には召喚しないスタンスが良かったんですけど、そういうわけにもいかなかったですね。ただその駒いいな、あ、いいでしょう、羨ましいでしょうとかね、勝手に言っといて、で角に永続系来ても D5 に打つことによって氷結することができると。つまり竜輪置く、なんかその余裕がないと。 OKOK、 竜輪置いたらその竜輪消えるよ。いらっしゃいませ。 OK、 これはメイティスと、メイティス打っといて、でこの竜輪も継続スキルになってるので氷結でお亡くなりになると。よし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 、ほらこれ、あ、でもこれ呪いのダメージどっちから先に入るか、あ、氷結してから呪いのダメージが入る、強いなこれ。そうなんだ、あー、先に呪いじゃなくて氷結からなんだ、あー強いわ。これは強い。どうしようかな。そいつのコンボは全然受けていいんですよ。でバステトでまだ飛ばないので、神強化に置いたところで、これはバステト C2 に打って、でそいつのコンボあえて打たせて、エンデが神強化なんかも狙っていける形を作って、まあ、安定行動ですね。安定行動して、で、まだ氷結は効いてると。あ、待って、今飛んでたかな？ちょっと呪いのダメージ考えてなかった。あ、まあいいか。いい。でもちょっと飛んでないかな、さすがに。
多分飛んでないような気もするな。ハロメのコンボってそんな強くない。あー、いや、メッティスのコンボ打ったところで、いやー、まあまあまあいいでしょう。ここはしっかり受けて、まあ、回復されるんですが、そいつのコンボなんだっけ。この上は 1.3 倍で回復力が高いであればそんなに問題なさそうですね。これは無視でいいですね。 1.3 倍程度であれば。あ、でも取るのが、あ、いや待てよ、いや、これ絶対氷結しないとダメだ。ハピアのコンボが4枚返しになるので、これ絶対氷結しましょう。氷結で回復があるので、あの、この絵のコンボは受けられますと。あ、待って、でもこれエンデが切ったのミスったな。ハロメでよかった。まあいいや、右上 X 来た時にエンデが3枚の方が絶対強かったですね。まあでもいいや、いいいい、大丈夫。ここでもう1回氷結が入る。悪いな。まあでも呪いのダメージ入るから問題ないですね。悪いな、のび太。この、あ、でも待って、これ、神強化に踏んだらいけた。あ、もう、呪いのダメージをね、いつも忘れてしまうんですよね。ちょっと、ね、あの、抜かったところがありますが。まあまあ、これも全然受けられると。よしよしよし。いやー、暗黒竜に対してのこの強さ。なんや、これ。まあまあ、いいでしょう。これ最後、ゆるぐで、綺麗にしましょうか。よし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 。OK。あ、でも、氷結、どうだっけ。あ、できたか。F5 にエンデがあったらもしかしたら飛んでたかもしれないですね。ちょっと後で編集の時に確認してみます。ということで対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。神タンということは、まあ、継続スキルの代表的な例としては、まあ、ファヌエル、それからそうファヌエルの召喚するエスペランサなんかもシールドスキルっていうのが継続に、まあ、ジャンルとしては分類されるので、まあ、その辺も氷結しがいがありますね。まあ、まずは商売繁盛祈願や、ションバイ、とりあえず初手にこのそうフーパス打てたら商売繁盛というか勝利を繁盛して勝利繁盛祈願というところで、まあ、幸福を招いてくれると思います。なので次のターンにね、早めにアルテミス引いちゃいます。この通り、ほらね、エーネス引くんですよ。アルテミスとは言わないけど変動きで強い駒をね、これ初手フーパス打つことによって引いてくれるんですよ。これマメな。今適当に考えました。まあ、幸せを招いてくれるんで、招き猫なんで、幸せイコール勝利でしょ。まあ、負けてる時ほど面白いという場面も全然あるんですけど、まあ、それでもね、こうやって勝利に向かって、なんか裏側でこうやって手引きしてくれてるんですよ。あの、次のターンちょっとエーネスさん早番でお願いしますみたいな。あ、ほんと仕事のできる男よの。とりあえずここはよしよし、エーネスって、でエーネスを打てたので代償した時に回復する分が、まあ、ヒリーナで 50% でエーネスで 30% 回復できるので 80% キャッシュバックしてくれるんですよ。残り 20% だけでいい。美味しいですね。さあ、ここは、プラスマのアルベルダが打たれますが、ここの引き、注目です。来ました。これ強いですよ。相手、返しにくいでしょ。気流ね、いやー。オッケー。いいですね。しかも何がいいって、特殊ダメージカットできるんですよ。それが強い。つまり、ここの、アルベルダのコンボスキルなんて、もう全然効かないわけですよ。で氷結も控えてるんで、ファヌエル撃たれても、ファヌエル撃たれてもなんと氷結しちゃいますね。しま、あ、これ氷結できますね。 F5 打って角打たせて左 X でいいですね。 OK、 氷結しましょう。これ、ほら、これファヌエル、しばらく黙ってもらおう。ちょっとね、ちょっと黙ってくれる。これ以上召喚されるとこっちからしたら相当きついんですよ。黙れ黙れ、ファヌエル黙れ、ファヌエル。お前に3は救えるか。恥ずかしいな。あ、待って、これ、アラ君もまさか、氷結。あ、氷結三枚。よし。で、これで攻めれるときに攻めたいんで、これは、モルジアナ打っちゃっていいですね。オッケー、2周年ザッキも引いてる。だいぶいい盤面作りはできてるんじゃないですか。行きましょう。うっ、あー、いいですね。いいですね。いい、いい、いい。しかも回復も入る。いや、ファヌエルメタレルの強いんじゃないか、これ、さては。で、アラクを氷結して、次のターンでハネル の氷結は解けるんですが、ここで継続スキル打たれなければ、もう一回氷結スキルを打つことによって、ファネルをソワラに氷結できます。OK、ビクトリア打たれますが、これ左下 X しましょう。そしたらもう一回氷結できます。いらっしゃいませ。バステト。これどうしようかな、2周年ザッキ打つってのもある。先に。でも、次のターンでエンデが打たれてから、ザッキルで間に合う可能性も全然高いんですよね。あー、どうしようかな。いや、でもザフキ、あ、でも左ウェックス来るんで、そしたらザフキ返される形になるか。であればこっちでいいですね。よいしょ。で、しかもこれ D2 か B6 とかしか打てないんで、相手、
攻めたところでこっちが火力出せばそのまま落ちんでいくはずなんで、さあこれでファヌエルが解けますが、今ケリュネイアのコンボでケリュネイアのコンボしっかりしたんで、もう一回凍らせますよ。 OK 二重レイトどうするんですか。いやいやこれ強いな。4手目ファヌエルってあの普段打たれたら絶望的なんですけど、こうやってメタれるのはどう考えても強いですね。もうエスペランサ絶対出てくれないみたいな。うん、エスペランサに着信拒否されましたね。何、ちょっと待って、ちょっと待って、こ特殊カットだと、いや、やりやがった。おほほい、特殊カットされるじゃないか。いや待てよ、でもう一回氷結できるか。いやダメだ、これとりあえずカットだな。いや落ち着け落ち着け、ここはね焦ってしまっては負ける。大丈夫だ、何にも問題ない、大丈夫、絶対に大丈夫。次のターンで D6 に打てばいいはずなんで、相手も使ってくるとは思いませんでしたが、あ、でもこれザフキエルが表記される可能性、いやでも英語に打つんだったら、え、大丈夫大丈夫、絶対大丈夫、はい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 、あ、で待って、めっちゃ火力くる、いって、ちょっと待って、あ、待って待って、対処する HP がないわよ。あ、待って、でもこれザフキじゃなくてエーネス、エーネス、お前玉よけになれって、玉、あー、ザフキエルか、あー、待って、あ、でもハロメできる、ハロメできる、切る切る切る、あ、ダメだ、相手特殊、あ、あ、あかんやん、あかんやん、あかんやん、嘘やろ嘘やろ嘘やろ、そんなマジかよマジかよ、こっから負けるとか、ちょ待って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 、どうすりゃいいのこれ、どうすりゃいいの、ここから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 、はい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 、カット、あーあー、そんなそんなバカな勝ったと思ったのに、ファネルさん、おはようございます、おはようございます、おはようございます、すいません、あのさっきは牢石が働いてしまって本当に申し訳ございませんでした。ちょっと待って、落ち着け、なんかさ、ほら手もあるでしょ、あのウラニアさんしかいないみたいな、いやウラニアだったら死ぬ、やめてやめて、あのガラムくん、あー、すいませんでしたすいませんでした、申し訳ございませんでした、はい、ごめんなさい、本当に申し訳ございませんでした、くっそー言ったと思ったの。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。私は今までオセロニアの動画を何百本も上げてきて、そしてオセロニアの試合もね、何千何万試合とこなしてきたんですが、その中でももうね、一番と言っていいほどの神回だったと思いますまさか3戦目アルテミス使って、いやこれは負けることほぼないかなと思ってたら、相手のアルテミスによって大逆転されるという神回でございました。で最後ザフキエルが氷結されたんですが、あれザフキエルのコンボ通ってたとしても、よくよく考えたらケリュネイアのシールドが2つ残る状態になるので飛ばせなかったということで、あれはですね、もうあのアルテミスの一手、あの一手 B6 アルテミスの一手で全てが消え去りましたということで本当にアルテミス強いです。あとあの私オープニングでアルテミス、あのケリュネイアが特殊シールド 50% カットということで、これを2体召喚するので終盤に打っても強いよと言っていたのが、まさか自分自身で身をもって知ることになるとは思いませんでしたし、すごく楽しい対戦でした。はい、何より相手の方が非常にお上手でしたということで、この動画が面白かったという方、というかもう3試合目面白かったという方は高評価ください。本当に自分でも楽しかったです。そしてアルテミス強かったです。はい、本体のコンボスキル今回、あ、いや一応使ったか、一応使ったんですけど、まあ、そのコンボスキルも全然後半使えるような内容でもありますし、で何よりケリュネイアがとにかく強いですね。氷結すぐできますし、で、まあ、その上で特殊ダメージをカットしてくれるということなので、神タンじゃないと使えないっていうところはあるんですが、10日アルテミスこれ使ってみたら分かるんですが、使えば分かるっていう感じの強さだと思います。なんかその、うん、アルテミスの動画がですね、公式によって、発表されて、その情報も出た時にはちょっと分からなかったんですよ、こんなに強いって、うん、ただ使ってみたらね、本当に強かったです。多分大小デッキに今後入ってくるんじゃないかなと思ってます。クラスマでも使う人出てくるかもしれませんね、かもしれない、うん、あの大小デッキが強い時って大体マフェリアが多いんで、そうなるとそのマフェリアを氷結できるっていうのは強かったりするので、大小デッキに入れてもいい一枚かなと本気で思いましたということで、皆さんもぜひ使ってみてください。ただ本体のコンボスキルがなんかこう最大4800ということを考えると、 HP1.5 とかだったらあんまり入らないかなとは思います。ただ普通に強いです、うん、使ってみてください。ということで今回はこの辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。